どうも、内山美恵です。オンザ緑の上、今回はねフルコースの前にショートコースを回って練習していこうと思います。一人で初のコースでちょっと不安だよ。頑張って9ホール回っていきたいと思います。ちょっともうね、夕方の時間帯でね、こっから後には人が来なさそうなので、マイペースに行けると思います。よし、じゃあ早速レッツラゴー。まずはね、100ヤードのコースらしいです。ショートはね初めてなんだよね。じゃあこっから打っていこうと思います。やばい、全然ウォーミングアップとかせずにコースに出てきてしまった。まあ打ってみますか。ゴロゴロした、ゴロゴロしちゃった。とりあえず2打目行ってきます。ボール発見。よし、2打目だ。打ちっぱなしと違ってここがモフモフしてるからやばいっすわ。あ、止まってくれ。めっちゃね、あの端っこにいるんですよ。これもうパターでいいよね。で、絶対1回じゃ入んないから、とりあえず打ちます。もう4打目だ。今の倍だね、今の倍。あ、まあまあ、よかったよかったよかった。今ね、強すぎるかと思ったんだ、ちょっと。3打、4打、5打目です。これは入れたいね。せーの。はぁ、あ、強かった。なんとか。2ホール目でーす。次はね、160ヤードみたいなので、というか私7番アイアンしか持ってきてないので、これで打ちたいと思います。ちょっとなんか崖があるから右側目指して打っていった方がいい気がする。いやー、落ちたくない。あ、いけそうな気がしてきた。ちょっと怖いから若干右目に打つね。いくよ。あー、飛んだ。よかった、なんか成功したっぽいです。行こう行こう。なんかとりあえず自然が豊か。ピッチングで寄せます。この芝生のね、圧力がすごいのよ。この、まあ、打ってみて考えよう。お、いいんじゃない。あ、ちょっと手前だったかも。3打目なんだよね、結構。何打目なんだ君は。もう数えるの大変。カチカチ今日忘れたんだよね、あのカウンターみたいなやつ。いくよ。終わったやばいやばい。続いて3ホール目は83ヤードでございます。あったあった、あったんですけど向こうまで行き過ぎちゃいましたね。うわー、上手と思ったんだけど坂道だったからちょっと過ぎちゃったけど、今までよりね一番近いです。よっしゃ、パター行こう。そうそう、今日これ借りたんですけど、まあ、ゴルフ用品全然持ってないんだけど、これめっちゃいいね、欲しくなりました。今日みたいにすごいちょっとのクラブでいいよっていう時にね、俺重宝しそうだから。の前にちょっとね、グローブをね、そろそろ新しいのを買わなきゃいけないんですよ。グローブ欲しい。で、回ってきてみて気づいたんだけど、サンドウェッジ持ってこなくて、今日バンカーに入れれないんですよ。こういう時ってサンドウェッジなくても他ので代用ってできないのかな。入っちゃったらどうしよう。
一人でやると早い初心者でも後ろ追いつかれるかなって恐怖があったんですけど、一人は早いお次は池出てきました。難関だね。これ絶対ボールなくしたくない人なんで、まだボール一回もなくしてないから、これちょっと緊張するね。うわ緊張する。でも思い切って打ちたいと思います。あ、よかった、超えた。ピッチングで行ってまいります。乗った。今回は割とまっすぐっぽいです。地形が、いやー同じ距離ぐらいだ。もう一回パター。5ホール目、だんだん思いっきり振れるようになってきました。もうあれ、今すぐにでも打ちっぱなしで、このピッチングの距離感の練習がめっちゃしたいです。ギリギリ乗った。ちょっとね、こうなってる多分。本当に入ってる。やば。パターやりたい。パターゴルフやりたい。めっちゃ単純。今ね、坂道になってるから、今まで穴に向かって一直線で打ってたんだけど、これちょっと芝を読むっていうんですか、ちょっとね、穴じゃないところをちょっと上側にね向かって打ったらね、奇跡の一球が。よかった、嬉しい。6ホール目パー3の66ヤードなので、ピッチングでフルスイング的なやつでやっていこうと思います。ピッチングでフルスイングってしたことないかも。どんぐらい飛ぶんだろう。うん、まあまあだね。これ1回で乗せれたらめっちゃかっこよかったけどね。あら、今度はね、めっちゃこういう感じ、登ってます。惜しくない。さあこれ1回で決めれるか。危ない、ギリギリ。9ホールまであと3つ。7ホール目です。82ヤード。よく考えたらさ、初心者なのに1人でよくやってるよね初めてのコースでさ。でも本当私1人遊び基本だから、カメラがあってよかったですよ。カメラがあれば1人でもへっちゃら。思いっきりいきます。距離はいい感じでした。いくぞ。浮きすぎた。すごい、同じぐらい向こう行っちゃったよ。困ったね。いや、めっちゃ練習したい。やばい、ゴルフ楽しい。あっという間に残る2ホールですね。今のコースやばいんですよ。あの目の前に絶壁があるんです。あのサンドの絶壁が。これはね、水の魔物でしょ。あれ壁の魔物だから、やばいから頑張るから。うわー、ここやばいんですけど。地面がこうなってるの。こう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 、やばい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 。こういうのがね、打ちっぱなしだとできないからね、いい練習だよね。こうなっちゃうね、どうしよう。この角度のまんま、ちょっとこれはスノーボーダーで鍛えたシャドウを生かしてちょっとやってみる。斜面のまんま打てばいいんだよね、きっと。これ何ヤードだ、大丈夫か。これ、え、これ大丈夫。70ヤード。砂の壁を考えたらちょっと遠すぎた方がいいよ、きっと。あ、やばい、やばい。
セーフ。今度はね、めっちゃ上り坂なんですよ。こうだもんだって、やばいよこれ。これね、ゴルフやる人はスノーボードやった方がいいです。本当にこんだけシャドウに慣れてたらスノーボード絶対楽しいと思う。やば、怖い、壁が怖い。行くよ、ピッチングね、行くよ。あ、うまいかも。あ、やば、斜面に強いかもしれない。これ入れられなくない距離だよね、パター最高。こうだね、こうなってる、こう若干だから、ちょっと右側に打ちます。あー、オッケー、イエイ。本日ラストのメニューとなりました、9ホール目です。これはね、パー3って書いてあって56ヤードらしいので、ピッチングウェッジでいきたいと思います。奇跡起きたかも。9ホール目にして内山成長いたしました。いきなりもうパター使えるんでラスト頑張ります。もういいんじゃない、いいんじゃない、めっちゃいいよね。さあ、これで割れたらパーって言うんですか、パーってやつ、初パーいけんじゃないこれ。よし、頑張るぞ。あー、緊張するね、楽しみだね。うわ、楽しみだな、これ、これ決めれたらすごいぞ。さあ、ラストいきます。やったー、ありがとうございます。終了。いやー、お疲れ様でした。楽しい、ゴルフ楽しい。スノーボーダーの方々がゴルフやる理由も分かったし、なんかね、すごい似てるんだよね、この自然の気持ちいい感じと、あとこう斜面に対しての感覚、あとね、何より自分とのこの地道な戦いっていうんですか、メンタル面とかもそうなんだけど、すごいいいトレーニングになりました。今回初めてのショートコース周りで一人ぼっちでやったんだけど、まあなぜなら一緒に回ってくれる人がいないからなんだけど、まあね、上手になってみんなとも回れるように、これからも黙々と練習頑張っていこうと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムもいますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。動画にはならないね、こそれの練習の写真とかも載せてるので、よかったら見てもらえると嬉しいです。またね、やってほしいこととか面白いものありましたら、コメントなどでぜひぜひ教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。